へえ、私を召喚したのか。芝中達参上って、うん。私はライネス・エルメロイ・アーチゾルテの疑似サーヴァントなんだけどね。大丈夫大丈夫、力は引き継いでるから。ライネスでも芝居でも中達でも好きに呼んでくれていいよ。どうぞよろしくね、マスター。いいね、レベルアップのこの感じ。力がみなぎってくる気分だけど、君が味わえないのは残念かな。おお、こいつが霊気再臨。衣装も変わって気分一新だな。え、なんで洋装なのかって？もちろん私の好みだと思う。今回は衣装変わらずか。ん？変わりたかったかって？そりゃあもちろん女の子だからね。その時の気分であれこれ着替えたいものさ。芝居殿にあやかって、やはり中華の衣装も袖を通さないとね。少し動きにくいが、この優雅さは変えがたい。で、君の好みはどうだ？何しろ私はサーヴァントだ。洋装でも中華風でも好きな服ぐらいは着てやるぞ。ああ、うん。サーヴァントとしては半端者の私だが、どうやらこの景色まで至ることができたらしい。君のおかげだよ。こんな状態が維持されるのは、人類が曖昧となった今だけの奇跡だろうが。だからこそ、この景色を私は好む。もしも、君もそうだったなら。だったら、私は嬉しいな。君はマスター、私はサーヴァント。ここはきちんとわきまえておこう。とりわけ疑似サーヴァントだと、この辺の区別が大事だからね。で、君、ちょっと用事を頼まれてくれないかな。他人の上にいるってのは肩が凝るからね。こうして誰かに命令される立場ってのは楽でいい。聖杯ね。別に願いたいことなんてないさ。欲がないわけじゃない、というか欲望たっぷりの私だけど、そういうのは陰謀とか策略とか関係とかで手に入れるべきだ。つまるところ、ああいう無条件でもらう何かってのは気持ち悪い。どうしたのかな、我が弟子。ん？どうして弟子って呼ぶのかって？さてどうしてかな。過去か未来か別の世界か、君が私の弟子だったりするのかもしれないぞ。ずいぶん足しげく通ってくれるじゃないか。なんだ、私のことが気に入ってくれたのかな。お世辞でもそんな風に言われるのは悪くない。あー、大したものはないが、そこらの本を読んでいてくれても結構だ。いささか困ったな。君の苦しむ顔を見たいという欲望が日増しに膨れ上がっている。悲しむとか怒るとか、まあ人生を踏み外すタイプの負の感情だよ。この性質ばかりは私自身には止められなくてね。いやー困った。ふむ、割と脅したつもりなんだが、未だに私のところに来るのだね、君は。何？弟子だから？確かにそれはその通りだ。うん、よろしい。
覚悟したまえ。私と関係を続けるからにはいささかならず思考と人生を歪めてもらうぞ。今日は茶会を開くことになってね。さあ早く準備をしてくれたまえ。え？誰と茶を飲むのかって？やれやれ、今さらそんな説明をさせないでくれたまえ。私はね、君とお茶の時間を過ごしたいんだよ、我が弟子。私と一緒にいるというのに、君は思考が歪むどころか、まっすぐさに磨きがかかってないかい？なんだかんだ言っても、頑張れば褒めてくれるから。そんなに褒めてないだろう。飴とムチというやつで。え？一粒の飴がとっても甘い？いや、そんなつもりは。君、このことは言いふらさないでくれたまえよ。落ちぬ日はなく月もなし、僕と我が作五郎次郎語らずの陣。混沌に七血、英傑に毒、落ちぬ日はなく月もなし、僕と我が作五郎次郎語らずの陣。なんだ、来ていたのか。だったら顔くらい出してくれたまえ。予定調和な展開はつまらない。カルデアはそこに関して100点満点だ。何せ愉快なハプニングに事欠かないからな。他人の不幸は蜜の味ってね。あ、おい君、引かないでくれたまえ。